続きましてエントリーナンバー7番の方お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ座ってください。じゃあ早速なんですけども、お名前からお聞きしてよろしいですか。背番号7番梶山寛太です。はい、ありがとうございます。年齢の方は22歳になりました。年取ったね。はい、でもね、そうですね、ちょうど今いい感じの、そうですね、ね、はい、ようやく油が乗ってくる感じだね、はい、そうですね。じゃあ梶山選手、じゃあ特技趣味なんかありますか。そうですね、趣味は、まあ、そうですね、食べることです。食べること、はい、具体的にどう、じゃあ好きな食べ物とかある。好きな焼肉です。焼肉、はい、焼肉系女子だね。じゃあこれは、じゃあ焼肉系の、そうですね、一緒に行ってくれる人がいい。あ、一緒に行ってくれる人、はい、募集中です、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ私がグループに入ったらこんなことできますよっていうなんかアピールポイントありますか。何か、いや、求められれば何でもします。求められれば何でもできるタイプ、尽くすタイプだ。尽くすタイプ、尽くす系のタイプですね。わかりました。じゃあ最後に、じゃあ視聴者の皆さんに、じゃあ意気込みを一言お願いします。頑張ります。はい、じゃあ梶山選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。一票一票。